どうもありがとうございます。あー、すごい拍手いただきまして、皆さんにちょっとお返しということでトークライブ、まさかこんなね、ラジオで結婚発表を昨日させていただきまして、次の日これたまたまなんですよ。別に狙ってなくて、たまたまトークライブ今日入ってたのなんか合わせたようにね、結婚の次の日なんかだからすごい圧がすごいなんか何聞けんねんみたいな。別にほんま普通たまたまなんですよ。よーしゃ結婚のえぐい話するでとかなんか新しい情報言うてんの。別になんとなくほんでもうゲストもなぜか今日紅しょうがなんで紅しょうがの2人も意味わかんない。粗品と、まあ、ラジオで相方とは喋りましたけど、その結婚発表して収録はありましたけど、一発目のこのお客さんの前ですね。本当にまだそれは大丈夫ですけど、本当にラジオ終わって俺なんか突撃とかめっちゃ怖かったんですよ。そのなんか「オールナイトニッポン」終わりで残念ながら女性から「こういうのせいやさん」待ってたんですよ、記事出すのが来るんかなと思って、なんとか来ずノースキャンダルで発表させていただきました。俺がビビりすぎっていうのもあるんですけど、そのなんかもうやっぱ Zoom の突撃嫌いで、もうその突撃がほんま節目に絶対来るってなんか思っちゃうんですよね。なんかあったらもう今もう忘れてますけど、ほんまエグかったら、その知らんおっさんが俺のの写真無視なんすよ。俺が家帰ろうとしてちょっと自販機のとこ水買おうとしたらバーって3人ほんまロケット弾みたいに出てきて、カメラ持ってるやつ、なんかこうやってるやつ、こうやってポケモンの敵が出てきた、メディア関係者が現れたみたいな。で、おっさんがこうやって、これ何か分かりますね。俺のこの距離で見たことないでしょ。男の人、自分のやつ。こうやって。僕のです。もうあれが忘れられないんですよね。だからその、なんとかね。でもなんか誰か分からないですけど、僕のインスタの DM でここ向かってる時にDM 来て「せいやさん、下に怪しいカメラ持った男います裏口がいいかと」ありがとうって、俺のなんかスパイみたいな人が出てくるんですよ。地下から来たんで大丈夫なんですけど、なんかいたらしくカメラ持ってる人とかね、なんか大丈夫だと思うんですけども、でなんかもしかしたらこの中にそういう記者の方とか来てるかもみたいな、なんか聞いたから、なんかコーナーでほんま割り出そうかなと来てないと思うんですけど、そう、だからなんかこれがもしかしたら週刊誌載るみたいなのもなんか言うから、そのマネージャーがもしかしたらいて、そのハッピーな記事書く人もいますからね。そのビックリマンみたいに、そのほんまにいい記者と悪い人、ほんま分かれてるんですよ。でもほんまにいい記者が来てる可能性あるっていう。だから僕急遽ちょっと今日ちょっと突っかけてトークライブするっていうのちょっとなんかかっこいいなと思ってたんですけど、その写真撮られるんやったら、そのハウス師匠とか見られたら、おおあいつ突っかけでやってるんかってなるから、ちょっとすみません、今日急遽話してきてごめんなさい、ちょっと人とよスタイルでちょっとトークさせていただきます。皆さん最後まで楽しんでください。イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。